はい、ということでね、結局ね、京都河原町まで来ちゃいました。うん。河原町まで来ちゃいましたね。さあ、こっちのターミナルは、こっちは、梅田とは対照的に、すごいミニマムな作りなんですね。なんか見た感じ、一面三線構造にはなっとるけど、あ、端っこにトイレがあるんや。これはまた面白いですね。こういうターミナルも珍しいですね。特になんか、あの、止めるやつはないですね、ここは。こういう感じで。トイレのマークと一緒にターミナルってなかなかないですよね。ありますね、ターミナルにもいろいろ。ターミナルってことでね。もうプレート関係は、いや、まだだいぶあるわ。宝塚線もね、あっちの方も全然、まだありますからね。あ、こっちもね、こんな感じね。やっぱりまた埋めたものを乗り換えしておくんですね。すごいな。河原町まで来るやつは、基本全部埋め台地になってんのかな。面白いのが、1番ホームと3番ホームになってるんですね。これ2番ホームはどっかにあるのかな。あ、すな。やっぱ独特のあれなんですね。大手外は大体自分のところのあれも持ってますよね。大阪って近鉄だけあのファミマですけどね、いろんな商標権の大人の事情があるんでしょうけどね。あのもともと、あ、あるわ、京都レイン乗り場ってなってるわ。京都レイン乗り場用にあるんや、2番って。一応降りて行けそうやったら駅間散歩やってみようかな。あ、本当だ、こっちにあるわ。これもまた折り返しで、あ、ここに2番線があって、ほら、あ、今の時間は使ってないよ、京都レイン用だから。あるわ。ここはこれ一時的には使うみたいなんだな。なんだこの感じ、なんかデジャブを感じますよね。あ、分かった、阪急だ。あ、阪急じゃない、阪急はここだ。京阪の淀屋橋駅ね、最初に取ってきた。あと、あれと構造すごく似とるんだ。あそこはここを一番ホームにしてましたよね、この余った部分のところで。ここはもうそのまま別に二重対比できるような構造にはしてなくて、一番ホームで2、3なんだ。同じ一面させて、本当だ、多分上空から撮ったら全く同じような形してるんでしょうね。ここを一番ホームにするかどうかだけの差で。まあまあ地下なんで、どっちも地下ですから上空から撮ることできませんけどね。何これ、新聞原稿、何時使うのこれ、意味がわからん。なんかすごいですね。何の入れ物なのかわかりませんが、その触りませんよ。何かもわかりませんしね。で、でとりあえず一回上に上がって、そっか、そうだそうだ、この感じ、そうだ、あの淀屋橋や。ああ、なんか淀屋橋をコピーした感じですね。そう言われたらそんな気がしてきました。で、中央改札。そう、ちょっと時間によ、7時半でまだ1時間あるんでね、出発まで。一回降りて、あ、今度ここはこっちなんやな。で、ドターミナルの方に来たし、乗り場はそんなに広く、あ、もうちょっと改札あるんやね。で、通して、よいしょ。あ、オッケーオッケー。余裕余裕。順調に来てますね。さあ、これで、京都河原町ね。そういや、一応やってみた方がいいんですか？近鉄の河原町駅と。京都河原町駅って漢字も違うしな。これはさすがに無理がある。これで一本作るのは無理があるかな。で、このまま
もずっといたらいけるのかな。ちなみにこれね、はい、ということで、ね、はい、ね、河原町駅ということでね、いや、さすがにこの河原町駅と近鉄の河原町駅は無理があるよな。京都って書いてあるしな。どっちかというと阪急だったら富田があるか。考えてみたら富田っていう駅があって、あれがあれですよね、漢字全く一緒ですよね、近鉄の富田と。あれややこしいのが、近鉄は富田と富田林があって、阪急には富田があって、漢字がそれぞれ一緒でややこしい、ややこしいですね。これは間違えそうだな。今からさすがに富田までは行きませんから、確定しか止まりませんし、ちょっと今度やってみようか、富田から富田、ネタが増えてきますね。まあもう近いうちにまた来ますよ。この値段で来れるんやったらいいですしね、こっちの方。あと今回はあの GoTo キャンペーンのあのなんかクソ安いあの近鉄のあの周遊券とかああいうのはね、料金で除外してますからね。さすがにね、あれ入れちゃうとちょっとまた変わってきちゃいますからね。しあれは多分期間限定なんで、ただ味を占めて近鉄があの値段でずっとやるって言ったら、それはそれで私は支持をしますけどね。非常にありがたいんですけどね、とはいえね、そうね、参考もしていかないといけませんからね。ずっと地下街でつながってんだ。上には出れやんのか。ああ出れるわ、出てみよう。せっかくやからちょっと外の空気も吸いたいですね。